はい皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました文部科学省科学技術学術政策研究所データ解析政策研究室の林と申します。これから1時間ほどお付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私からはオープンサイズスの潮流と学術出版の多様化ということで、えっと、先ほどあの、えっと、極めて実用的に文献をどのように検索するか利,利活用するかというお話があったかと思います。私の話はそのこ,こから先の、えっと一,まあ、一番最初の方に話すのはもう50年、100年先のビジョンを話しつつ、まあ これのタイトルの通り学術出版自体がまあ少なくとも多様化していて、まあ、根本的に変わろうとしているとでその象徴の事例として当面プレプリントと研究データにまあどう向き合うかという話をさせていただきたいと思っておりますで私自身あのちょっと今文科省にいる人間がなぜ DX とかオープンサイエスしゃべれるかどかって思う方もいらっしゃると思うので簡単に、えっと、自己紹介とあと、まあ、そもそも、えっと、学術出版を中心とした 変化をこの左の軸の表でお追わせていただきたいんですけれども私自身は実はあの有機合成化学で、えーとたえー、と炭素炭素不正結合の素反応の開発をやってましたので実は皆さんと近いといえば近いんですね実は1990年初頭にですね PCR がまだ黎明期の頃にそれをなんとかうまく有機合成と組み合わせられないかって当時の助手となんか勉強したりとかしていてそれは 完全に闇実験で終わっちゃったんですけれど、まあ今思えばそれちゃんとやってたらもうちょっと面白かったのかなと思ったりもしなくはないんですが、ただまあそれを今ご覧のとおりご存知だと今はそのえっと化学の世界をやっておらずですね、その1995年にウェブが登場した時に日本科学会のえっと査読システムの電子化っていうのをやりました。これが私のえっと学術の DX の始まりでして、まあそこからえっと日本科学会 科学者 DC はも,もらってたんですけどそれを辞めて日本科学会の事務局に勤めるというあの人によっては暴挙と取れるような何、えっと、て言うか就職をしましてで、まあ、そこでオンラインジャーナル開発とか XML パブリシングとかやってるうちに、まあ、DOI が。 出てきたりクロースレフでリンクがつながったり今じゃ当たり前なんですけどねそれでまあ EJ ビジネスとかでここらは我々私主体的に関わってで何よりオープンアクセスに2005年に 対対応応日本科学会ジャーナルとして対応しましてまたこれは当時の世界の化学系の学協会ジャーナルとしては最初のオープンアクセス対応で、まあ、そこから、えっと、オープンアクセスやオープンサイエンスの啓発活動をしているうちに、えっと、これはすごく政策と関係してくるなということでナイステップの方に、まあ、職を得て今現在に至りますが そこでは、まあ、大きいと、論文の ID だけじゃなくて、著者の ID をどうつけたらいいとか、引用数以外にオルトメトリックスをどう数えたらいいとかっていう啓発活動をやるですとか、あと、研究データ、RDA というのは研究データ協議会という世界的な組織なんですけれども、まあ、それが東京でプレナリーをやった時の実行委員をやるですとか、あと、2016年に G7 でえー筑波、つく G7 筑波で科学技術大臣会合が、 会った時にオープンサイエンスワーキンググループと立ち上げて今日お話しするような変革を世界の政策アジェンダとして進めることに支援してまいりました、まあ、その他あれそれがですねこの間広島のサミットとか仙台の科学技術大臣会合に オープンサイエンスとあそういえばフェア原則がどちらにも入ったということでこのコミュニティにとっては非常に大きなあの、えっと、進歩だと思ってるんですけれどもまあそういうことをまあ部分的にお手伝いしています。でも今現在はですねさらにその論文とか研究データをオープンにするんじゃなくてもうそもそも市民に共有するとかですねブロックチェーンを使ってそもそも情報の流れのインフラを変えるですとか。 バーチャル、えー、学会でその、まあ、人格も変えるとか、えー、あるいはまあ科学自体をデセントライズするっていうような活動の立ち上げにも、まあ、多少関わっているということでちょっとオレンジのとこをご覧いただきたいんですけれども結局90年代から何が起きてたかというと紙の情報からデジタルにデジタルからウェブにでウェブからオープン化。 あるいいはインタラクティブな方向になっていたわけです、ね、まあそこに実際に手を下しつつ真ん中で2000年代にまあオープン化の潮流を踏まえて論文からデータへ拡張するとか頻、えー、用するから、えー、とネットワークアナリシスに変容するとか、まあ、そういうのをやりつつ今度はもうそのそれを主体となるセクター自体が変容していくというまあそういう DX あるあるなんですけど最初は小さいとこから取り掛かかっていって結果的にその目的や組織目的に応じて組織 そのものもを変えていいくみたいな、まあ、流れにに忠実に従ってて活動している人間ですよいしょまあこれはまあ別な表現なんですけれどもということで90年代から ICT を活用した科学と社会問題を解決をずっと試行してきていましたあの今はもうコーディングやられないんですけどもともとオタクコンピューターオタクだったので,で、まあ、それでむしろ今はいろんなステークホルダーの間に入ってこう対話を促して、えー、変容を促す触媒研究者を名乗っております。 政策とアカデミアを今つなぐことを、えー、と今文科省におり,、ま、おりながら G7 や内閣を手伝いしつつ日本学術会議の連特に連携会員で千葉大の非常勤講師などなどを通じてアカデミアと政策をつなぐんですけれども繰り返しになりますが先ほど申し上げた、まあ、現場の感覚を 大事にしててていいいいいるとととうことが私の強みとさせていただいていますで現場が強いので、まあ、右下余分なんですけれどあのあの息子と娘の小学校の PTA 会長をやった時は PTA の DX もついでにやってみましたみたいなこともあります。さてで今日のお話の概要なんですけれども、まあ、オープンサイエンスはまあ歴史的に見れば必然であるって話をまずさせていただきます。 次に学術上流通はまあ電子化からデジタルトランスフォーメーションをする時代にまずまあ論文というところからえ実際に具体的に変わってますという話をします。で次にじゃあその論文だけじゃない研究成果として研究データのようにえ理科長に注目が集まっているとか研究インパクトが多様化して多次元化している先ほど申し上げた品用以外のえインパクトの流れについても簡単に紹介させていただきまあそれを踏まえて COVID-19 がさらにこの3番までの動きを加速している中で、まあ、科学と社会が変容していくそれに皆さんがどう対応していくかのヒントとなるような情報提供を心がけています。でといってで最後に、まあ、結局じゃあ明日何すればいいのよって話になると思いますのでそこに関してはプレプリントと研究データに関して具体的に何をすべきかについて最後にお話しさせていただきます。 さてではまあオープンサイエンスの歴史的必然性についてお話しさせていただきます。えっとまあこれはもう私の枕でもしかするともうすでに何回かお気になった方もいらっしゃるかもしれませんがまあ少なくともあの人類は1回はオープンサ,サイエンスっていうかオープン革命をえ迎えているとそれはですねどういうことかっていうと手書き写本手紙のあと郵送あるいは郵送による郵送でもうあんまり発達してなかったところですよね。 その頃に比べるとグ、まあ、ーテンベルグが、えっと、え印刷本を開発して、まあ、とりあえずは聖書を配ったわけですけど、まあ、配れるようにしたわけですけれどもプラス郵送、まあ、ロジスティック網も、えっと、進化することによって情報爆発による知の解放っていうのがまあた回、まあ、起きていると、まあ、この手書きに比べればえ聖書が配られた時代あるいは、まあ、あのルネスタンスっていうのは 一旦よりオープンな情報基盤っていうのが、まあ、生まれているという、まあ、これは実際この「印刷という革命」という「えー、現代はザブックインダルネサンス」と読むと、まあ書いてあるまあ、ここに書いてあるとりなんですけど結局ですね私の立場は知識メディアが変革すると科学と社会が大きく変革するより開放知識が開放されて社会が変革するという立場を取っていますとなると、えっと、今度はその,その1回変わった世界から えー、今度はウェブがやはりインターネットが支える科学と社会にもう一度変容しようとするそれは数百年ベースで見れば、まあ、歴史に倣うと、まあ、それなりの角度があるだろうと、まあ、そこに向かって新しい社会制度が生まれうるそこには今までのオープンクローズシークレットとは違うオープンクローズシークレットの在り方っていうのも生まれるでしょうし 今企業で言われている叫ばれているオープンイノベーションともまた違う形のオープンイノベーションすら生まれるまあそれをそれを、えっと、その、えっとまあ、エコシステムなのかプラットフォームなのか社会制度なのか分かりませんけれどもまあそれを先取りして先行者利益を取ろうというのが、まあ、オープンサイン政策の最終的な狙いだと私は考えているわけですけれどえ皆さん、まあ、すでにもうウェブ使ってますあとあと s、まあ、スラックも使ってますし Zoom とかも使ってますっていう話あるかとは思うんですが、まあ、まだまだ明、えー、変革の黎明期というのが私の立場でなぜかと申しますと、まあ、赤のところをご覧いただきたいんですけれども結局まだ著作権とか地位材を含む法律とか社会制度はウーデンベルグ時代に、えー、の作られたものに依拠していてそれを何とか読み替えている、まあ、著作権がまさに最たる例なんですけれどもそのまま研究データには使えないので、まあ、研究データ 用のなんか知らぬ権利の法,法律っていうのはできるのは時間の問題だろうみたいな話が、まあ、あったりするわけです。さてということで、まあ、オープンサイエンスとはって、まあ、最近になっていろいろってあのユネスコとか OSTP の定義みたいなのが出てきてるんですけど私は2018年の段階でこのようにさせていただいています。オープンサイエンスは ICT によるデジタル化とネットワーク化された情報基盤及びその基盤が開放する多量で多様な情報を 様々に活用して科学研究を変容させる活動であり産業を含む社会を変え科学と社会の関係も変える活動と、まあ、一番今のところ他にいろいろ定義出てるんですけどこれがまあちょっと手前味噌で恐縮ですが包括的にオープンサイエンスを表していると思いますでこのオレンジの部分をですね活版による大量印刷技術と郵送インフラを活用したっていうふうに置き換えると17世紀、まあ、15世紀から17世紀にかけて起きたオープンサイエンスをまあ説明できる。 というののが私の論になりますではじゃあまあその、うん、とグーテンベルグと何が違うのかっていうとやはり情報がネットワーク化するあるいは双方向に瞬時に行き来するというのが、まあ、新しい価値を生み出しているというのはあの皆さんご存知の通りと思います。あらゆる人物こと価値っていうものが、まあ、タグがついたり ID がついたりという形を経てネットワーク化されて えー、あるいはその人,あの人の言説が直接言葉動画最近だともうテレパシーも,もう時間の問題と言われてますけれども、えー、相互に引きできるところにま新しい価値知識が生まれる価値づけが生まれているという、まあ、そのネットワーク化と双方構成というところでえっ、ーえー、と何、えー、て言うんでしょうかね、まあ、しのぎをある意味研究者としてはしのぎを削っているような状況であると思います。 でここでですね、まあ、これは第6期科学技術、えー、イノベーション基本計画を策定する基本専門調査会のところで、えっと、示したプレゼンをいつも使ってるんですけれどもちょうどコロ2020年だったんですけどコロナの時でそれがですね17世紀こう中盤の、えー、イギリスの状況とすごくよく似てるっていうんでこのスライド気に入ってよく使う最近よく使うんですが。 何が言いたいかと申しますと,、えー、と皆さんが今普段使っているジャーナルのまあルーツっていうと、えー、いくつかあるんですが、イギリスですと「フィロソフィカル・トランザクション」っていう1665年にえと誕生したものがあります。実はその高々かか5年前にイギリス王立学会つまり学会と学術ジャーナルっていうのは同時に生まれてるんですね。 でこの時にサイエンスで何が起きてたかっていうと実はニュートンとライプニッツが俺が先に微積分見つけたって争ってた時代ですねこれ生きてる時代なんです真ん中に本当に旬の時期でそれでその微積分が生まれたことで実は数,学と物数理物理学が生まれてそれが後の産業革命あ科学革命や産業革命につながったというふうに言われています実はこの融合点大変重要でありたさらに面白いのがですねロンドンでセンペストが起きてなったのがまさにこの ジャーナルが生まれた1665年から66年でしてでこの時に大学に行けないニュートンが自宅に引きこもって思いついたのが万有引力というそういうストーリーもあるそうです。というのを見て今2020年代振り返るとその17世紀に生まれたジャーナルで査読って非常に歪んでいるということは皆さん現場にいて感じていると思います。あの査読ジャーナ 頭から否定しているのではなく必要なんだけれどもいろいろ問題があるよねという状況の中で研究データの可能性やプレプリントの可能性このなとお話しますがそういうのが試されているあるいは学会もですね特に日本の学会は今皆さんのところは違ってたらごめんなさいただ多くの学会の年会の懇親会に行くと大体高齢者の方しかいないみたいな問題がやっぱり起きていまして旧来の学会また17世紀に生まれた学会が硬直化している。 あそれでですね諸説あるそうですけれどもあの学会が17世紀になぜ学会が生まれたかっていうと当時の大学があまりにも私的すぎるからカフェに集まってサロンのように議論をし始めたっていうのが学会の誕生の,あの始まりの一つというふうにあのこう聞いたことがありますというような形でですね、まあ、やっぱり一回できた革新的なものも350年とか経つとやっぱり硬直化していくわけですよね。でそういうい中で、まあ じゃあ一方でそ,のそういうちょっとまあネガティブな話ばかりではなくて当然その数理物理医学のような融合がいっぱいも起きてるわけですよね言うまでもなく AI との融合分離融合それから後でちらっと話しますとセクターも今融合するその元あるそのセクターというものが今のままでいられないっていうことがまあ図書館が一番分かりやすい例なんですが実はそこはあの大学とかいろんな組織そのものがえっと同じような状態にあるような状況です。 これを踏まえてですね、まあ、実は17世紀ではないんですけれども、その吉見先生の大学とは何かという本を読むとですね、18、この,この17世紀後半から18世紀にかけて、えっと、大学が一回死ぬとおっしゃってるんですね。まあ、その前のボロ,ボローニャ大学から受け継がれるような大学というものではなくなって、えっと、ドイツのフンボルト自由大学のような新しい大学の系譜に移あのもう一回再生する、えっという、そして、えっと、 えっとジョンホープキス大学のような大学院の発明につながっていくというような話があります。えー、これで何申し上げたいかというと結局ですね、元はあのその成果のメディアの技術革新というものは。 正確公開メディアそのものだけではなくて、研究者コミュニティ研究機関の非連続なま変容示唆しているのではないかとからこれを前提に今起きている。えっと問題について、あの考えないと局所最適化の袋小路に入ってしまうリスクがあるということで、ちょっと大きな話をいつもさせていただいてます。これはで自己ビット内定員がまあその認識を加速させたというのは言うまでもなくてですね。 えー、一つ一つはあの細かく申し上げる時間余裕ないんですが、まあ、従来の研究スタイルから新たな研究スタイルがまあ付加している、まあ、仮説実証型からデータ主導型とか査読付き論文で公開する世界からプレイプリント研究データを公開する世界等々、えー、とこれまでのないスタイルが付加する付加っていうのはアディ,アディションですね。 あのよくこういうのをなすとですね取って代わられるみたいにふうに、まあ、あの取ってしまう方もいらっしゃると思うんですけれども私はそれはいつも丁寧にあの説明していてここ今までの研究スタイルは今までのサイエンスやテクノロジーや社会を発展させてきておりいまだにそのポテンシャルが高いんですがでもそ,れその上で,でそれでもできないあのスタイルっていうのが 乗っかり始めていますよということをこの後も多分何回か繰り返しと思いますが、まあ、そういう時代にあってなので、まあ、先に落ちを言うとだから皆さんは今までの研究スタイルの中での勝ち筋も大事にしつつ新しい研究の勝ち筋っていうのも見つけれるチャンスもあるし見つけた方がサバイブできるかもしれないっていう、まあ、面白くも悩ましい世界にいるっていうのが、まあ、今日私のお伝えしたいことだったりします。 じゃあその新しいスタイルって具体的にどんなのあるのよっていうことでいつもこれもチャンピオンケースとしてお話しさせていただいています。これはまあ東京大学の大沢幸雄先生の、えっと、ストーリーなんですけれども、まあ、N=1 であるんですけど非常にインパクトがあるので紹介しています。えー、主はまあ東大の情報学の、えー、システム創生学というところの、えー、と教授なので、まあ、あの専門家ではありますけども COVID-19 の専門家ではないと。 で WHO のオープンデータを活用して自分のシミュレーションに適応したところ面白い結果が出たのでとは言いながらその医学ジャーナルに出すわけにもいかないので市は何をしたかというとプレプリントでその結果を公開し SNS であの意見を求めたという、まあ、そういうスタイルを取った結果 えっと、科学インパクトが生まれて医学や経営情報学者等国際コラボレーションが具体的に生まれるだけでなく、えっと、市は横浜市とも近いかったので、えっと、社会インパクトも出す形であのステイ・ウィズ・コミュニティという言葉をキャッチフレーズを聞いたことあるかもしれませんが実はこれはその成果の、えっと、一つの形です。まあ、こういう形でですね、えっと、データをがの再利用が進むことで 興味関心を持った研究者が分野を超えて自由に研究を進めて様々な価値を発見するのがオープンサイエンスのすごいところですっていうふうに実は2010年代から言ってたんですけどお前そこにどん,どんな具体的にどんなのがあるんだって言われ続けてたんですけどもついに COVID-19 が結果的にこういう事例を生み出しています。ここれにに加えててそのの下に書いてるんでですけどこの事例では、えっと 出版社等図書館と学会がほぼ関与してないっていうのが非常に革新的で、さらに言うと、これ着想から社会的インパクトが出るまで半年ちょっとです。逆に、この既存の不正コークホルダーが関わっていたら、多分さあの投稿と査読だけで半年ぐらいかかっちゃうような状況になる中で、えーえっと、こういう形で、あの研究者が気づきを得たときに、データを活用して新たな研究をし、それをこう。 えっと、共有して社会インパクトまで迅速にできる時代になりましたというのが、まあ、オープンサイエンスのビジョンの一つになります。何度も申し上げますがてこれまでの研究あるいは数学は数学としてこれまでどおりもしかしたら紙と鉛筆で自分と向き合う何十年も向き合った結果としての成果が出続けるかもしれませんがそうではない新たなこういうスタイルが付加されていくということを申し上げたいわけです。 でまあこういう形でまあ他にもまああの時間の都合上これを一つずつやるとあのなんていうか普通にあの千話題の14回の講義とかなっちゃうんであのかなりはしょることになって恐縮なんですけれどもまあマテリアルインフォーマティックスとか健康医療ビッグデータ関係でまあ仮説探索型研究ってのはどんどん進んでますし脳科学などで分離融合あるいは社会課題解決型気候変動なんかはもう分離どころかまあオールジャンル ステークホルダーあるいは sdgs ななってくると本当にそうですね。まあ、ね、あの分離とか言わない。まあ,あのディシプリン融合の研究が進んでいるとか。あと、まあコビット19じゃ迅速なあの国際共同が進むです。とかいや進むこともありますし。あとロックアウトしたおかげでですね。まあ、ロボットの活用が進んだなんて話もあったりします。これが意外と面白くて、私は注目してるんですけれど、まあ、そもそもコロナの前からえっとえっと。えっと 生命科学系の方だとどううなんでしょうね例えば私のやってた有機合成科学だと,、えー、と終始の M2 でそれなりに育った学生でも同じ実験を3人にやらせたら違う結果が出てくるみたいなことが、まあ、起きうるんですよね。だったらまあロボットに実験をやらせて再現性と透明性の高い結果を踏まえて科学を発展させていきましょうっていうことが2010年代から検討はされていて。えーと 産総研や理研さんんん今は東大ととかでででもどんどん進いんいるという状況ですで実際人間の1,000倍の効率で実験を進めて新しい物性の無機化合物を発見したなんて論文がネイチャーに出たりとかもしているという状況でこうなってくるとですねもう科,科学者がやることは論文を書くんじゃなくてロボットにコードを書くのが仕事になるっていうことで「まあ、科学のコード化」って書いてるんですけれどもあるいはそのコードと データを共有する世界が、えっと、論文とデータを共有する世界に加わるっていうそういうような時代にもなっていると、えー、なろうとしていると何べ何遍も言うんですけどこれに皆さんの研究は全部か取って変わるわけではありません本当にこれくど、まあ、くて恐縮なんですけれども、まあ、それをやっぱり常に言わないといけないのでこういう世界をあのチャンスをつ、ま、か、あ、むかつかまないかはむしろあの皆さん次第という逆の言方言ではそういう形になります。 さて、ではじゃあまあちょっとまあ大きな話から入ったんですけどじゃあ今日の,あのえっとプレプリントと研究データにつなぐためにじゃあその学術出版の周りはどう変わってきているかって話をします。でプレプリントサーバーの進展も,もう皆さん使っている方もいらっしゃる、あもう使った読んでいる方はほとんどだとは思うんですけれどまあ念のためプレプリントサーバー自体はもう1991年のあのえっと <laughs> えっと、物理系のプレプリントサーバーに始まる古いものではあるんですけれども、まあ、そもそも出版社に投稿する時にあるいはその直前に同時にプレプリントサーバーで投稿、えっと、を共有するということをやっているわけですけれども、まあ、情報学とかではもうこっち出版社に出さないでこっち側だけやるみたいな話が出始めてるっていうのが、まあ、ゲームチェンジの話になっているわけです。 でじゃあそのプレプリントで何が分かるかって話でこれはナイステップがやった調査なんですけれども COVID-19 に関してえっと 6, つ6つだったかなのプレプリントサーバーの COVID-19 に関するえっとプレプリントを全部集めてきてで自然言語処理をしてあげるとまあこういうクラスター分析まあこれは無理やり16に分けただけなんですけれどもまあこれを見てやるとですねえっと中心として 医学者が貢献しているそして、まあ、生物バイオサイエンスとかケミストリーが貢献しているっていうだけではなくてフィジクスですとか、まあ、ソーシャルサイエンスが、えっと、貢献しているっていうことが、えっと、プレプリントが公開された時点で査読や引用を待つことなく瞬時に動向がつかめるという新しい景色を、えー、景色という表現をあえてするんですけれども我々はすでに得ています。 でこれもくどいんですが中途して書いてますがだからといってじゃあ現状論文と引用数によるネットワーク解析っていうのを否定するのではなくてそれはそれでその査読を通ったものあるいは引用という研究者の信頼付けみたいなだまあすごいいろいろありますが、まあ、それを踏まえたネットワーク分析には依然大きな価値づけがあるわけですけれどもその手前にですね研究者がどういう、えー、研究をしているかっていう動向をつかむ。 ツールを開発し新しい景色を手に入れるこれを活用しないわけにはいかないだろうと一方でさっきちらっと言いましたけどこういうのが見えてくるようになってきたら査読って結局意味あるのっていうのが実はすごく大きな問題になっていて具体的に一方でもちろん査読の意義は揺るぎないんですけど えっと、ご存知の方はご存知のとおりニューイングランド・ジャーナル・メディスンとランセットっていうその臨床系ではもうここに出せるともう大御所になれるみたいな、まあ、その論文で相次いで、えー、論文が撤回されるという騒ぎが起きています。まあ、これはよかれと思って査読早くしたという話、えー、とあとそれからその付随するデータの再現性というか再現性どうかそのデータが提出されないという。 ええ、ことで、えっ、ー、と、撤回になりました。で、ランセットの方は、それを受けて、の、さ、なんか、三番目のピアレビュー。二番目って言ったのかな、その科学的インパクトを見るんではない。えっ、ー、と、データのサイエンティストによる。査読を導入するという事態に、まで、至っています。これ、めちゃめちゃコストかかるんで、本当に、なり、まあ、ランセットだから、成り立つのかな、とか思いながら。今の様子を見ていますけれども。まあ、こういう形で、まあ、査読のあり方も、まとわれる中で。 じゃあ自分の研究成果っていうのをどういうふうに出していこうかっていう話になってきます。えー、で先ほどちらっと言ったんですけれどもということでその査読の,のことを気にしないわけではないんでしょうけれどもと我々の新しいちょあの最近の調査では、まあ、情報系の人たちっていうのは、えっと、これこの図を端折って説明すると情報系の人と物理の人だとここのオレンジと水色で比較あるいは天文と比較するんですけれど。 これはね、情報の人は、えー、とプレプリントを書いた後にあんまり左読付き論文とか書籍とかに出版しないっていうのを表してるんです。でこっち側は、えー、その代わりプレプリントをたくさん引用してる。で他の物理とか天文はその他のちゃんとその後出した左読付き論文とか書籍を引用してるっていうことが、まあ、実は間接的なんですけど推定ですけれども。 まあ、そういう、まあ、訂正的にはよく言われてたんですよね。もう、だって、ディープラーニングとかでは、さぞ待ってたら、全然、あの、追いつかないので、もう、プレプリントを読んだら、次の日実験して。で、その、その、二日後に、また、プレプリントを、書くみたいな、そういう、まあ、サイクルの中では、既存の、出版システムは、まあ、成り立たないという。そういう時代にもなっています。皆さんの、分野でも、要は、足が速い分野では、こういうことが起こる。 まあすでに起きているのかもしれませんもし起きていたら是非コメントで教えてくださいで実際そのプレプリントの入手状況で我々の研究所であの毎年2000人ぐらいのですねいつでもえっとアンケートを聞ける、えー、お願いできる専門家技術専門家がいらっしゃってそこ,こで7割5分ぐらいの高い回答率で得られた結果でやっぱ若い人ほどプレプリントの入手経験が高いなんてことが分かっていて、えっとせまあ、世代交代を まあまあ、分かりやすい示唆のするデータが得られたりとかもしています。えー、でその上でさら、えっと、にですねそうかでややこしいんですけれども,そのもう既存の,そのプリプリントを公開するアクターがあの、えー、研究助成団体になっちゃったりしているとしかもプリプリントで公開した後にですね差読をアウトソースでできるようにして先ほどご紹介あったパブメドとかにも差読を通ったものを登録できるっていうことを 研究女性団体がやっている、これ具体的にはイギリスのウェルカムトラストとそれからアメリカのゲイツ・メリンダ財団、えー、それから EC でも今、まあ、それに近いプラットフォームが立ち上がったんだったから、まあ、そういう状況の中で、えー、と要するにアクターも変容しつつある付加しているという状況ですただまあそのそういう中で今け皆さんもそうだと思うんです私もそうでしたけど あのやっっぱりり出したいジャーナルって研究室なんかありますよね一番いい成果だったらここ2番目だったらこことここのどれかみたいなのがあると思うので、まあ、それをそこを翻ってまでこちら側に出す流れができるかどうかって、まあ、まだまだこれからなんですけれども、えー、と技術や環境あるいは潮流としてはこういうふうにしてまあやは、まあまあ、りあ混沌よく言えば多様化悪く言えば混沌としている状況になっています。 でこの、えーとですねえー、と研究助成団体が、まあ、プレプリントを受け付けたら後に、えー、と査読をする仕組みっていうのは、えー、ビル・ゲイツもウェルカム・トラストもどちらもファクルティーサーー・サウザン・ドリサーチっていう仕組みを使っていましてそれはもうとにかく論文を書いたらデータとともにまず公開しちゃうつまりプレプリントの中にパブリッシュしちゃうんですねでそれでその後オープン・ピア・レビューをやってピア・ PR、レビューコメントもつけてでその後はあのは版を えっと、アッププデートトするという、まあ、そういうううそコンセプトですで改定を加えてブラッシュアップをし、えっと、一応ピアレビュードっていうステータスになったら繰り返しになりますがパブメド等のインデキシリングサービスの方にデータが流れるようになるって仕掛けです。日本ですとまあファカリティ、えっと、筑波大学さんが実は2年前ぐらいから導入し始めていたりします。であとまあそれよりは皆さんはやっぱこの eLife の方が 多分注目があると思うんで2 0 0去年の10月ぐらいからの方針に今年から実際運用を始めたと理解してるんですけれども却下をもしないというほとんど同じですよねとにかくだから今のトレンドは論文を書いたらとにかく公開してみんなに、ね、ペアレビューもするんだけれど却下とか言わずにもうとにかくあのそのあのコメントを加えて公開してどんどん論文を良くすればいいじゃんっていう、まあ、そういう考えになってきてそうなってくるとですねここのプレフリントと この eLife のジャーナルあの論文とのま境界がどんどんま曖昧にもなっていってるような状況になっています。すいません、頭がね混乱していっちゃうかもしれませんが、でも今世の中で起きていることはこういうことだったりします。で、これは論文の世界でこういう形でどんどんその新しい動きがある中で、えっと特に政策はですね、まあ、さらにその外側を狙っていたりします。それはやっぱり研究データ。 まあ、な,なんだかんだ言って論文の世界ってですね結構ゲームが決まっちゃってるから、まあ、その中で勝ち筋見つけるってなんかまあ複雑なパズルを解くような問題になるのであの将棋の羽生さんも言ってましたけど AI で負けるようになったらどうしますかって言ったら桂馬を右,に右か横かあの前か後ろか走れましたが動かせるようにするみたいな話で要は土俵を変えるっていう話になるわけでであれば論文じゃない研究データを流通させる世界っていうのを作ることによって 研究論文で起きている根本的な問題を解決できるのではないかという形がまあ政策の一つの動機づけになっています。でまあそれよりも何よりもここに書いてますが研究論文の根拠データっていうのが今非常に求められてますね。やはり再現性問題がやっぱりライフサイエンス系はそんな特に大きな問題とされていると理解しています。でまあそういうでジャーナルがどんどん求めているっていうような状況であるとか。 あとまあ研究データポリシーがどんどん所属の研究機関で決まっていて研究女性団体もまあ女性もらう時はデータマネジメントプラン作ってくださいねっていうのも日本でもだいぶ浸透してきました。これが進むとですね結果的に部分的に研究論文から研究データにパワーシフトが進んでいく。 ということでで政策的には多少繰り返しになるんですがその研究データに基づくです、ね、エコシステムのルール作りで先導者洗い先導争いをして先行者利益を確保,確保するみたいな話があるんですけれども結局じゃあそのインフラとインセンティブどうするのっていうのを、まあ、ずっとここ10年ぐらいやっています。 あとオーストラリアが実は非常にあのかあのリーディングしてるんですねダークホース的にで。いずれもですね研究データの流通促進によって科学技術の発展やイノベーションを加速させて産業を起こして雇用を生み出して社会を発展させる。なぜ政策が注目するかというともう産業と雇用も意識,が意識しているからなんですね。でここでもですね COVID-19 が面白いエピソードをあの えっとえっと、提供ししてくれました結果的にどういうことかっていうと COVID-19 でやっぱり研究データー論文や研究データそれから知財を含む、まあ、迅速なオープンな共有が非常に求められたそれで一部論文はあの商業出版社も提携して誰も読めるようになって。 いいこともあったとでじゃあその特許のところワクチンに開発するには特許に関しても開放しようっていう動きになったんですけれどもそれは逆にですね w i p の事務局長がそれはやり過ぎだっていうレターを書いて申請化するという、えー、別な流れがも生まれています。当然ののようにに、まあえー、研究データになるとと、まあ、資源としての えー、あるいは知財としての側面が非常に色濃くなってしまうきますので、まあ、それに対してやっぱり慎重な対応あるいはあの倫理面個人,個人情報を含むさまざまな倫理面な対応などが非常に重要になってくると,、えー、とまあ社会製法ですけど研究論文ってもともと公開するために書くものだから公開ベースでいいんですけど研究データってそうじゃないよねっていうところが、まあ、改めて顕在化しているそういう中で国際機関が調整役にあ調整役に。 なろうととしているといる現状ですで日本でもですね、まあ、これは、えっと、もうすでに、えっと、起,きてあ起きている政策なんですけれど、えっとだえー、基本計画の毎年の戦略で統合イノベーション戦略っていうのがあるんですけれど、まあ、そこの一番目の政策としては研究データマネジメント基盤整備っていうのをやっていて、まあ、研究成果公開のいずれはまあ主要メディアプラットフォームになれ,なればいいなということで NIA さんを中心にデータインフラを えっと開発していると皆さんの所属する大学でもパイロッティングに参加されている部署の方もいらっしゃるかもしれません。まあ、それに加えて研究開発法人向けのデータポリシーガイドラインですとか、えー、っとこっちからいきますけれどもあじゃなくてで研究助成団体は先ほど申し上げた DMP の義務化に向けて進んでいます。 それで、えっと、ドメイン別のデータリポジトリを持っているところもあるので、まあ、そこのガイドラインですとかデータと電子ジャーナルの連携など,などの施策というのはもうすでにこの書いてある年から売ってましてであとムーンショット型研究発開発プログラムという形の中では先進的でえ先導的だったかなででデータ先進的データ,えデータ管理 えという項目が追加されて、えー、とデータの共有を少なくとも内部で進めるようにするような仕掛けがあるとかあと私はナイステップでそれをモニタリング全部じゃないですけれども、えー、とオープンサイエンスの進捗をモニタリングできるようにしているというようなそういう流れになっていますじゃあ,まあデータを共有するとまあどんないいことがあるのっていう話を簡単にお話しすると えっとこれはまあジャムステックさんがえっと津軽海峡の東部海洋レーダーデータサイトっていうのをえとあくまでサイエンスの目的に海流のえサイエンティフィックなえ調査のためにやったわけですけれどもそれをまあオープンデータで公開してあげるとなぜか朝の5時のアクセスが多いということで何でだろうと思ったらこの下北半島でまあ漁業をやってる方がこれを使ってあのえっと漁業に役立てていると。 いうような形で、まあデータの価値付けっていうのは実はユーザーによって変わるよねっていう話で、まあ、あの、オープンデータのご利益としてご紹介しています。あともう一つ、これはあの皆さんご存知えっと、お近くの方もいらっしゃるかもしれません。今度は取締りの大沢先生が、まあ、いわゆるメタアナリシスですね。えっと、彼はそのコロナにいるときにですね、ノンフィールドワークのファシリティオンリーインターネットで、まあ、ウェブ上のオープンデータを組み合わせて、 具体的には水害の発生頻度をイースタートで持ってきて、で都市復地形データを国道知人でしたっけそっちの方から持ってきて、水害を抑制できる立地条件っていうのを議論してペーパーをちゃんと出すとかいうことができています。まあ彼は実は元ネタがあって2015年だったか何の時点でえっと、えー、近鉄だかえっとえー近えー、っと関西の私鉄の連合だかなんかの えっと、CSR 的な活動で駅にツバメの巣があったら写真撮って送ってくださいって活動があったそうなんですけれどもそのデータと土地区のデータを合わせてあげると、えっと、どういう条件ならツバメの巣ができるか。 えー、都会でもつばめの巣ができる条件田舎でもできない条件みたいなのが議論できたっていうんで、まあ、論文を書いてたわけですけれども、まあ、そういう形で、えっと、コロナになってロックアウトになっていても論文を書くことができているというような状況だなのでこれもあのこういう形で新しい研究スタイルないしは、えっとまあ、成果、うん、出し方っていうものが加わりますよという話として、まあ、紹介しています。はい でその上でですねまあらさらにまあえっとかぶせてきて恐縮なんですけれどもえっとまあ今の話で出版っていう何て言うんですか研究活動の最後の割とラストワンマイルの活動のところに割とわざとフォーカスしているんですけれど実はもう今えっとですね世の中はもう投稿査読出版等のもうちょっとプロス研究プロセス出版あるいは出版プロセスの前段階のところからもう ID が いろんなアイテム著者とかにもついてでそれがネットワーク分析できる時代にも突入していますでご存知の方はご存知の通り、えっとおりディメンジョンズさんなんかでは、まあ、オープンデータを中心に研究費研究者研究機関論文特許、政策文書をつなげて、えっと、フローの状態ストックではなくてフローで可視化できるような状況にもすでに なっていて、い、まあ、こういう中で皆さんがどういうふうに見えるかあるいは所属する機関がどのように見えるか私だら国として国はどういうふうに他の国に比べてどう見えるなるかっていうのを見せるのがあと見せるじゃなくて分析するのがまあ非常に重要になっていると。まあ左を貢献は鉱石あのパブロンみたいなものも既に開発されているとえそういう状況にあるわけですね。でえっと えと少しま図書館上学的な話をして恐縮ですけれども昔上の頃っていうのは論文と特許をとにかく集めてきてで著者をと所属所属機関のかは著者を名寄せするだけでももう精いっぱいだったんですねでその中で、えー、と研究評価できる研究評価を議論してたわけですけれども 今はまあ必要な時に必要な情報源っていうのをあの組み合わせてで、えっと多様な上限と連携によって目的に応じたメトリックス、評価って誰が何のためにするかって変わるので、そのためによってあの使うべきメトリックスも変わってくるという話と、えっとさっきもちらっと言いましたけど、よいこの青の頃って一生懸命データをストックしてよいしょよいしょってやってから半年くらいかけてからいいやってまあまあ,ああの分析してるわけですけれども、 今はもうウェブ上の多量のデータをフローで処理して解析するメトリックスになっています。で、ここに今さらに AI が加わる形によって、えっと皆さんがどういう論文を出すか、あるいはどういう研究費を取るかっていったその研究活動そのものがもうすでに AI を使ってあなたの研究活動のログとしてえっと解析分析できる時代はもう来ているという。それがまあオープンサイエンスの。 これは光なのか影なのかコントローバーシャルかもしれませんけれども、まあ、そういう時代になっています。ということで,、えっとですね、結局あの時々申し上げてますけど今我々ってんだかんだ言ってその論文あの紙をベースとしてきた社会に生きていてで科学の世界では論文とかサイテーション引用の中でのネットワークエコシステムの中で生きてきているわけですね。ここれは今これはまで通り じゃこれまであのサイエンスや、えー、産業社会を発展してきておりまだに活力は十分あるので依然重要なんですけれども、えー、今日何回か,か申し上げた事例に基づくような新しい世界ですね、えー、と論文だけではなくて研究データに着目するとかサイテーションだけのネットワークアナリシスを行うとか今日はちょっと全然ご紹介する余裕もありませんがブロックチェーンを活用するようなもっとデジタルネイティブな 社会に向けてて大きく変容ししようとといるとそうすると今日はすごい話しやすいんですけどこれはフェイズトランスファーでエネルギー論でやると、まあ、こんだけエネルギーが必要だとしてもそれより高い活性化エネルギーを上げないとフェイズトランスファーが進まないので私はこうやって一生懸命アドボカシーをやっているのとあるいはみん,なみんなで知恵を絞って触媒機能があれば必要なエネルギーを下げることができる、まあ、それを対話で実現しようっていうそういうことを 活動しているののが私の立場になりますでこれはちょっと、えー、割愛させていただいてじゃあこのこの世界の中でじゃあ今ここにいるからここで今何したらいいのって話を最後にしたいと思います。よいしょで変化の兆しにに具体的に対応するにはということでやっぱりまず特に生命科学者はもうプレプリントに対しては戦略的に活用する必要があるかと 思います。選手権を得たい場合、早く広くフィードバックを得たい場合で。で、まあ必ず投稿、まあほとんど今はプレプリント OK になってますけれど、まあ日本の学協会とか特に気をつけてほしいですが、投稿予定先のジャーナルが受け入れるかどうかっていうのを、えっと、確認していただいた方がいいと思います。えなお、ちょっとまだこれ未公表データなんですけど、科学系のプレプリントではですね、実はその後トップジャーナルに出される 発行されるプ、えー、プレプリントが多かったりしますでこれ、まあ、作業仮説としてはいいアイデアほどあの要するにプレプリントにして所読者に出し抜かれないように先にもう公開しちゃうのかなって思ったりもするわけです。まあ、そういう戦略的な使い方が必要です。でと思っています。でこれはあの医学系の 総会とかあの、えー、とプレイプリントに関するセミナーとかでお話しする時に使ってるスライドなんですけど実はですねあのプレイプリントに向いてる分野,分野向いてない分野じゃなくて向いてるトピック向いてないトピックがあるっていう話をしていますだから皆さんの研究活動の中でもある A, A の研究はプレイプリントを出した方がいいけど B はの場合は出さない方がいいねみたいなことがあるっていうことをこれからお話します。 でまず向いている話は世界的な社会課題ですね言うまでもなく COVID-19 の前に実は時間ですとか SARS でも実は論文の共有って行われていましたこれはもう完全に緊急対応としての共有ですねあとはそのスーパーホットトピックっていうことはディープラーニングとかあと2000年9年ぐらいぐらいと高温超伝導で実はプレプリントが行き交ってたんですねでこれは研究の進展が早すぎて所得が間に合わないもうその生き間の目を抜く競争領域にあった場合はもうプレプリントが交換される時代です あと逆にあのあの数学ですねパワンカレー予想とか ABC 予想みたいな感じで先進的すぎると結局作読者見つからなかったり作読者が時間かかりすぎるので、まあ、そういうのも,もうプレイプリントでどんどん出してしまうと、えー、いう話があります。あと,、えー、と社会的インパクトが非常に高いもの、えー、具体的には Google のページランクの話ですとか あと、経済系のあの論文ですと、ワーキングペーパーっていう形で自分のサイトに先に公開すると、えっと、差読を通る前にそれが先にあのメディアに飛び上げられて社会的にインパクトを与えるなんてことが起きるということで、まあそういうそのプレプリントの特性ってうまく皆さん活用されたらいいんじゃないかと思うわけです。で、それをじゃあ今度利用者側の立場側で解説させていただくと、えっと、現状論文を書く研究者として、まず自分がその専門の プレプリントを読むっていうのはもうこれもう何ていうか無視できないですね例えば91年から始まった物理系のプレプリントの研究者はもう朝起きたらまず一番何やるかっていうとプレプリントサーバーを検索して自分の関連のプレプリントが出てるかどうかって見るのがもうドクターポスドクのもう日課の最初の歯磨きみたいなもんだそうです多分時間の問題じゃないかと思いますそれはまあもちろん自分の専門性においてですねで情報収集について無視できずで その意味で戦略的活用が必要である特に出す時っていうのは多少繰り返しになるんですけど選手権の確保とか共同研究者の募集とか集合値を活用するって、えー、いうこと意味では、えーとえー、大事なんですけれど、えー、とプレ公開のタイミングはちょっとじゃあ知財戦略と似たところがあってわ、まあ、かりやすい例はこれアイデアを先に共有することになるので、えー、とライバル研究者がいて、えー、と人,人足はそっちの方が多い場合は下手にアイデアを先に出しちゃうとその後の あのつあのつ発展研究を全部抑えられちゃうような場合は、まあ、あえてプレプリントを出さないそん、まあ、こんな狭い世界の話をして恐縮ですけど、まあ、そういうこともありうるということで何が何でも全部プレプリントを出すっていうんじゃなくて先ほど申し上げたトピックの属性みたいなものを考慮しながらご活用いただくのがいいんじゃないかなと思うわけですね。で一方で少し外側の世界の研究 を知りたいっていう時にはやっぱ所属が通ってないっていうことに対してどう考えるかなんですが、えっとまあ、大まかに言うと実はですね、えっと、物理系のプレプリントサーバーの調査では最終的に6割ぐらいは何かしら DOI がついて所属なり何なりの形で、えっとえー、世の中に出るっていうのが分かるので、まあ、その6割をまあ見抜く、まあ、本当はその6割の中で本当に使える1割。 以下を見抜かなきゃいいけないですよ、ね、みたいなってると結局自ので,す、ね、でちなみにその90年代から始まったプレプリントの共有は高エネルギー物理学から始まったわけですけどなぜ彼らはプレプリントを受け入れられたかっていうと論文を書く人と読む人がほぼイコールなので別に多読しなくても読めなきゃもぐりだよってコミュニティだったのでどんどんプレプリントが共有が進んだという話,を話があります。 で,でここまではいいんですがそれ以外の利用者あるいは使ってもらうときはやっぱ原則的に取り扱いがしあの慎重すべきだし安易に広報を含むプレスリリースをするとか、まあ、シェアをしないっていうのはまあ専門家のある意味見識を共有して必要ということでこ,れこういう形でまあリスクマネジメントをする必要があるのではないでしょうかという話です。あと もう一つ、これはちょっと一見ずれるんですけど、ね、ハゲタカジャーナルには気をつけましょうねという話で、これはご所属の大学とかに、大、え、体、っとえっと、図書館を中心にその辺のサポートをしてくれるところがあるので、なんか変だなと思ったら相談するとか、えー、していただければと思います。あと、気をつけた方がいいのが、えっと、単純にえっと論文、ハゲタカジャーナル、論文出,せ出しませんかだけじゃなくて、ハゲタカ会議、国際会議とか。 あと編集員ハゲタカジャーナの編集員になりませんかっていうのもあるので、まあ、そういうのにもお気をつけください。でその上でもうちょっとあの今日の趣旨に戻すと,、えっと研究データに関してとりあえず論文投稿の,あのエビデンスデータとしては準備は必須です。でさらに付け加えると研究プロセス全体における研究データマネジメントも今実は非常に求められつつあります。 あのプロセス研究構成要するに自分が、えっと、ちゃんと研究をやっていますということをあとはともしインシデントが発生した時にちゃんと証明できるようにするっていう意味合いも含めてですねただ単に論文の、えっと、エビデンスとしてのデータを出せるようにしておくこれはむしろマストで,でその先をもし見越すならば、まあ、そもそもその要所要所のデータっていうのをちゃんと管理できるようにしておくっていうことがあの先取りになるかと思います。 えとこれはあの実際にえっとインパクトファクター分野別に上位のジャーナルをあ取ってきてえっと研究データデータアベラビリティに関して投稿規定に書いている分野,あの分野がまあえっと14年から19年でえ6割から85%まで増えたよということでまあ分野を問わずとにかくデータアベラビリティというのはえっともう皆さんのえっとなんていうか研究活動を守る上でえでもう必須になってきているよという。 話になりますしこの研究データをデータジャーナルとして公開して研究成果の、えっと、主とするような流れもまあ生まれつつあるので、まあ、これも皆さんの研究分野トピックによると思うんですけれどもうまく活用いただければと思います。 でもし最後にです、ね、もしこの中で学協会学術ジャーナルの編集者、特に日本の方でいらっしゃったら、えっと、投稿規定の見直しをすぐご検討いただきたいと思います。プレプリント対応とか研究データ対応、ちゃんとできている日本の学協系ジャーナル、商業出版社と組んでれば別ですけれども、あのかなり少ないのが実際でオープンアクセス、ね、で、その上でオープンアクセスモデルの転換とか、XML 対応とか、データのジャーナルの 動画活用などなどいろいろオープンサイエンスの文脈で、えっと、学術上流通が大きく変わっていく中で魅力的なサービスっていうのを開発する必要がありましてでその上で,です、ね、これが一番重いんですけどプレプリントサーバーをみんな共有しだして多読いらないじゃんみたいになった時にです、ねえっと、日本の学協会のコミュニティのその編集組織っていうのは何をするべきなのかみたいなそれは学協会のあり方を問い直すことになりますので。 まあそこのところもあの場合によっては考える必要があるかもしれません。はい、ということで、えっと、これがま,あまとめになります。えっと、オープンサイエンスは歴史的に見れば必然でして、インターネットの基盤の変革によって進展し、COVID-19 により加速していることを具体的にお示しました。その上で、よりあの直近としてまず学術上流通は電子化からデジタルトランスフォーメーションになるという話で、まあ、論文としては、 電子化、オープンアクセス化を経てその論文というメディアを変容させて左属という機能を見直して取り扱うアクターも変化しつつあるという話をしましたでその上でさらに研究成果と研究インパクトの多様化と多次元化っていうのが進んでいて研究成果が論文から研究データに拡張し新しい流通基盤とルール作りがこれから作られてようしようとしている中で皆さんの研究活動がありますさらに研究活動にあらゆるアイテムがついて ID がついてネットワーク分析される時代でもあります こういった COVID-19 で加速するオープンサイエンスの潮流を踏まえて、科学と社会の平和に対応してくるいく必要があるわけですけれども、その上でですね、まあ、最後に当面対応すべき危機の課題として、プレプレントにどう対応していったらいいか、研究データにどう対応していったらいいかを最後に解説させていただきました。えー、以上で、えー、と解説を終わります。ご清聴ありがとうございました。